っちゃんを護衛しつつ施設まで逃げないと。轟くん、庄司くん、常闇くん、大丈夫、このメンツなら。ブラックストーリー。かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとあすいさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランにかっちゃんと常闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ、幕引きだとさせねえ。絶対逃がすな。身軽なヴィランは2人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対2人を取り返さなきゃ。うららかさんとあすいさんの個性で僕と庄司君、轟君の3人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。